最高の騎士リーウソーゴールド不屈の騎士ガイソール正義に使える気高き魂騎士流全体リュウソーシラ俺たちの騎士道見せてやる兵道克実さんお願いしますリュウソーゴールドかなり役の兵道克実ですよろしくお願いしますお願いいたします皆さんだけじゃなくて こっちも、えっと、リュ・ソージャーも、えっと、ここに立っているメンバーだけじゃなくて1話から、えっと、ずっと作ってきたいろんなキャストの方とスタッフさんの思いがすごい詰まってる映画なので皆さんにもすごい分かってもらえたんじゃないかなと僕は思ってます素晴らしい、本当にありがとうございます。すっごい いい話じゃないですか、この話って15分しか尺がないっていうのに僕の婚活シーンは毎回あるんだなってびっくりしました確かに15分しかないのにね大丈夫意外と尺取ってるんですよ、僕そうねでも水ね、ちゃんと組みに行ってるからねそうですねお話の中盤として考えればそこは一生懸命やってていただかないとそうですねいけなかったかと思いますけれどもそれではですねこちらお持ちのフリップなんですけれども実はそれぞれ撮影中の思い出のエピソードを書いていただきましたでは さんさ、はいえー、僕は、えっと、初変身ですお僕カナロとしてこう14話で初変身した時に、えー、すごい盛りだくさんで、まあ、初めてこう変身をするだったり、まあ、こう5人がやられている時に駆けつけるのでいろいろシーンもあったり飛び蹴りしたりでその僕があのカメラの中にソウルを収められなくて。 難しいよねあれ <laughs> そうずっとはみ出ちゃうんですよでなんかそれでなんかそういうこと気にしてたらなかなかうまくいかなくてけどやっぱ時間とかもあって一回 OK ってもう監督が OK ってなったんですけど悔しくて悔しくてでその日のシーンが全部終わった後に監督にお願いしに行ってちょっともう一回やらせてくださいって言ってでそうスタッフさんと監督さんもすごい優しいのでじゃあカナルがやりたいならもう一回やろうっつってもう一回組み立ててくれてでこう返信をもう一回最後にやらせてもらったっていうのがすごいなんか 多分この仕事やっててそういう経験はなかなかできないので、うん、それはもう未だにずっと、えっと、メモリーです。 <laughs> メモリーです <laughs> メモリーメモリーですいやいやありがとうございますでもあんまあれだもんね <はい S 2> 納得いってなかったもんね結局ねそれは言わないで <laughs> それでも悔しかったです <laughs> たね。<laughs> そ,それをずっとね悔しい目に持ってるもんね今ねい,いやでもそこからまたね素晴らしい成長が現れたと思いますしこのお話聞いたらもう一回皆さん見たくなりますよねテレビぜひ見かしていただきたいと思いますありがとうございます,いますぜひ見てください